いやで、地域があるか、香港の留学ってなんか大事なことあると思うんだよね。すごい大事だと思うよ。で、ジンのペプラでもおっしうゃってて、ん。うん。ただ、チベット医学、日本で詳しい人、ほぼいないんですよね。まあ、アテンジェラさんだろうなんな。まあ、で、私も詳しくはないけど、チたベッだ、ト医学だったら、まあ、多少は他にいるかもしれないね。子供の頃からその飲んできた薬が、まあ、カレー粉みたいなのああ、で、初めてカレー食べたときに、あはれ、これ、薬じいはい。うん。ゃないと思ったことになっスパイスなんですね、だから。そうあですね。チベット・モンゴル医学では、まあ、あ。薬うん。がほとんどそんな感じ。はい。はい。なんかね、いい方、詳しい方いないかなって言ってて、あって、あったんで。雑談やれるぐらいならば、いつでも、ぜひいただああ、ぜきひまぜひ、す。ちょっとなんかお伺いしてみたいですね。なんかね、お話ゆっくり。ああ、はい。どうもありがとうございます。ありがとう。またまた今後よろしくお願いします。じゃあね、はい。はい。こっちの方で見つけ、いつも。私、いつもこっちだったっけ？こちらですね。はい、はい。こちらです。はい。じゃあ、こうしましょはい。買い物に。いってらっしゃい。あ、大丈夫です。じゃあ、ジョナさん、またね。はい。あまり疲れないと。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。じゃあ。よし。最初ちょっと雑談はというか。はい。雑談にただ端に入って。ちょっと待って。ま、なんかしますね。川勝平太さんってお知り合いですか？別に、それは。まあ、親しくはないけれども、シンポジウムとかで何度か、ありました。県知事になっちゃったよ。ねえ、県知事なんてね。静岡県知事。はい。よいしょ。よいしょ。体調はあまりですかね。体調はね、ガクッとこの間に、まあ体力が落ちたね。体調の前に体力だね。あ、食欲がないからさ、あんまり食べないので、体重は落ちてきたり、筋力も落ちてきたりで、だからちょっと、吸引がね、ちょっとね、もう皮膚が、もう全然ね、弱くなってるんだよね。だから痛いんやね。キュッとこう、絞られるあれが。だからもうそれがね、体力がね、持てへんようになってる。だから脂肪分とかさ、なんかこうね、張りがあったらね、ちょっといさ、吸引が気持ちいいぐらいじゃん。ね。座る、こうね。でもそれはもうなくなってきたわけよ。痩せてきたし。はい。これちょっとお借りしますね。どうぞ。はい、どうぞどうぞ。よいしょ。ちょっとお借りしますね、これも。はい、どうぞ。で、うちへ来てもらう分だったらばね、まだね、いいんだけど、こう、出歩くのも、ちょっとだから、
きつくなっていくと。ん。だから階段とかがね、息が上がっちゃうわけ。東京のあの、あれのイベロッンクト、ンロール？ロックンロールイベントでしあたっれけ？はね、来年の1月26日、江原さんが主役。4月26って僕っ日曜て日。何してた？向こういるっけ？1月26です。何時からですか？2時から、ああ。お昼。1月26は、湯島天神の初詣です。ああ、いいですね。おお。もし、東京より行くんだったら、見に来てほしいいや、な。行きたいっすよね。いや、行ってみたいっ時すね。間調整して、ぜひ見に来て、2時間だから、上演時間。でも、これ昼のは部しかもないんですよね。う、1回だけ、一生に1回だから。16。湯島天神って、まあ、無理そんやな遠くはな。ないよ。湯島天神から下落合。下落合って早稲田のね、一つ先だからね。だから、車飛ばせば30分で行くと思うよ。湯島天神から、イベント何時からって。イベント2時。2時、2時は無理。2時、そうですね。どんかぶりですね。あ、そう。文化ぶり。いや、2時に正式ナンバーでは。そんな感じですね。午前中だったら、あれですけど、2時はもう直らいをああ、ちょうどで集めも、てるとこ直ですらんだったら、早ね。起きできるね。ちょっと調整してみてあれですけど、ちょっと、可能かどうかが、ええー。はい。はい、まあ、どうぞ。まあ、はい、ありがとうございます。いや、ちょっと、さて、最初雑談なんですけどね。ちょっとだけ、これちょっと YouTube にすぐ上げますね。今からのやつは、最初10分、15分ぐらい。もうちょい撮るかもしれないですけど、じゃあちょっと行きます。はい。あなたは心に火を灯す、坂ひかるです。今回も、神道学者の鎌田藤治先生との対談なんですけれども、3週間ぶりぐらいかな。3週間ぶりぐらいですね。今、あと2週間後ぐらいに、私たち、年末のちょっとイベントで、大宮神社に団体参拝するんですよ。どこ？大宮神社。あ、奈良のね、宮さんで大す。宮さんね、はい。大宮神社。で、宮さんと、磯の神神宮にお、おいいじ参ゃりをないですすか、るんです山のね。上の道。で、私も、川田先生も共通するところとして、スサノオと、大国主命尊が好き。心なく愛するものであるというところは、共通点だと思います。で、この鎌田先生の本ですね。スサノオと大国主にまつわる、この悲嘆と嫌悪の神話論ということもあるんですけれども、このスサノオ及び大国主っていうのは、古代の神話であり、もっと歴史だというふうに思う。で、こそうですのね、そうです歴ね。史として捉えたときに、古代史の一つの大きな謎っていうのは、出雲の国っていうのは一体どこなんだと。いうことですね。で、日本書紀では大国にしか出てこない。まあ出てくるけれども、活躍は神し話ない。がない。ほぼほぼ。で、古事記で登場するということで神話が出てくる。で、つまりは、日本書紀やっぱり何らかの不都合さがあってそれを隠し、そしてそうだ古事記でね。は残したというところが紐解けるんですが、出雲の国というのは一体どこにあったのかと。いうところを、ちょっと鎌田先生のご意見を伺いたいなと思いまして。まず、個人谷遺跡の問題を一番先に考えなきゃいけないよね。はい。島根県の、まあ、要は遺跡ですよね。銅剣、銅剣が銅出てき鐸た。がはい。何百本もね、出てきたりね。うん。それは、その出雲大社のすぐ近くの島根県立博物館に、大体展示されてますね、う収ん。蔵されてまはい。すね。あそこまで銅剣銅鐸がある数が出てるということは、相当大きな権力機構と、ガバナンスのね、実態があったということだと思うんですよね。はい、はい。だから、出雲大社からはすごく遠くないし、宍道湖ね、宍道湖の西側にあって、そして、まあ、宍道湖からすると西南の位置にあるのかな。はい。出雲の空港、なんとか空港からね、そんなに遠くないんですよ。ですから、今の出雲大社あたりから松江、そして、大山が見える鳥取の辺、それから伊佐波の黄泉の国へ行った
ひば山。岩山、広島それの方から、ですね。この前行きましたけどね、山口県のスサ、ホルンヘルスって知ってる？スサンホルフェルス、なんですかそホれ。ルンヘルス。わかんないです。地層なのよ。昔の。それはスサ町っていうのがあってね、山口県、今、現在の市町村合併では、萩市になってるんだけど、で、須佐町にあって、須佐の伝説があそこにもあって、須佐の資料館があるんですよ。なので、まあ、山口県の萩あたりから、その鳥取県の大山のふもとあたりまでの、こう、一つの県内の中に、何か実体的な、その大国主にまつわる、そういう拠点があったんじゃないですかね。そこは間違いないラインだと思うんですね。で、ここに謎になってくるのが、まさに三輪さんなんですよね。で、三輪でも、大物主という出雲神話に登場する神様が祀られてる。じゃあ、近畿なのか。もしくは、ね、それこそ、島根。どっちが主なのか。もしくそは、うだ、島根ですよ。主とあったしてあったのか、島根。で、古事記の中でね、大国主の神が大和に出張してるじゃない。それで、正妻のすせり姫が、あなた、なんで大和に行くのって、ちょっと嫉妬のような感じをして、それで、こう、いろいろ歌のやり取りをして、その慰めるという場面が出てくるんだけど、私、ずっと思ってたんだよね。なんで大国主さん、大和に行かなきゃいけないのと、出雲でね。沼川姫なんで、越の国まで、あるいは八神姫なんかも、まあ、福井県大のあた体りと福井県か、とか、あちらのね、その新潟県とか、あちらの糸魚川の方とか、あちらの方に行くわけですよ、勢力圏として。そういう石川県の気多大社まで、まあ、出雲文化圏ですからね。まあ、縄文時代から翡翠のやり取りとか、玉を作って、玉作りがあるでしょ、島根県に。だから、玉作りの翡翠も含めての玉作り文化っていうのは、非常に重要な意味合いがあったと思うんだよね。で、そこで、大和との関係は、やっぱり国づりにも関わって、大和との一定の関係、つまり大和の権力と出雲の権力というものがね、そしてその大和の権力の中に食い込んだものが大物の信仰。もともと出雲に自体があって、そして出雲から出雲的なものが大和に移った場合の拠点が宮山だと。それでその宮山には、大和朝廷以前からの古い縄文時代からのあったでしそういうょうものね、があった何とか。いうふうに私は見てんだけどね。つまりは、本拠地を島根としながら、まあ、いわば連合国的なつながりというものが何かあって、あのあたりにもですよね、奈良とか関西圏にもあったということですかね。まあ、大和の中の、まあ、大和の国に大和朝廷ができるわけだから、だから大和朝廷という一番大きな日本の権力体制と出雲の体制は、ある種従属関係にはなっていったわけだけど、歴史的に見れば。まあ、大和が主となって、出雲がそうそう従属そう、する形になっていった。だから出雲国葬が、毎日その天皇のね、大嘗祭の時に、勧法義の言うことを唱えるみたいなことも生まれてきたわけじゃないですか。でも、あちらの方には熊野大社があって、比企の神事とか独自のね、継承神事を残しているわけよね。で、熊野大社の方は須佐の神を祀っていて、出雲大社の方は大国主、木次大社の方は大国主と。で、こういうような構造が、大和朝廷と国譲り関係でこう結ばれたときに、まあ、従属関係を持つわけだけども、その時に、大和における出張所というか、大和における古くからの拠点、つまり神武天皇が、その大物主の神の娘、せやた、瀬谷だだらいず姫る、と結んだって、そして、ほどたたらいすく姫、いすくより姫を初代の皇后に迎えたというふうな、ああいう神話的物語あるでしょ。そこの物語と、その
国譲り神話の物語とか、そういうふうなものは、どこかでやっぱりこう密着してると思うんだよね。重なり合ってると思うんだよね。そして、その出雲的な大国主と、出雲的なあの大国主と、大なむじ的なものと、大和的な大物主現象がね、そこでこう、やっぱりドッキングした。なるほど。なるほど。大和的な大物主っていうのは、つまりどういうイメージなんでしょうかね、それは。その大和的な大物主というのは、物の部が入る以前の、つまり物の部は、天の岩船とかに乗って降りてきたというね、右まあ、端ですね。先行する天孫降臨神話なんですよね。で、実際の天孫降臨神話は、日向に、筑紫古るだけに降りていったというのは、古事記の、まあまあ、そこまで至ってないですけどね、我々の全時代然は。なってないですね。だけども、天孫降臨は日向ではね。でも、日本書紀によれば、先に、新早日が、空光大和、空から見て大和まで降りてるわけだよね。だからそこには、やっぱ先行する天孫族がいたと。でもその天先、先行する天孫族は、富の一族、長常彦の系統の一族と結ばれて、まあ、おそれそらもく、国つかみ系の一そ族での富すね。の一族は間違いなく縄文からの出雲系ずの、っとものだと思うんですよね。そういうふうなものが、こう、大和系の先住民と、出雲系の先住民。で、出雲系の先住民もあれば、大国主も渡来系の部分もあるから、朝鮮半島からのね、道県とか道北なんてのは国内で生産できるわけじゃないから。まあ、朝鮮半島からやってきたわけですよね。スサノオも含めて。そういうようなものを、朝鮮半島とのつながりをスサノオも持ってるから。だから、大国主スサノオも、半島との接点は非常に深くある。もちろん、大和も朝鮮半島との接点は深くある。だから、古代は二重構造になってるわけですね。出雲も大和も、朝鮮半島のつながり、渡来系の文化とのつながりと、先住系のものね。その合成体ですからね。そこでね、結構古代史で一つ鍵になってくるのが、邪馬台国の問題だと思うんですね。で、大鍵だよね。だ大から、問題よね。古事記には出てこない、別に卑弥呼という名前出は。てこない、出てこそして、2世紀、3世紀というと、もう神武天皇が統制してきた後なので、ね、これは、まあ、一体誰なんだということで、いろんな説があるんですけども、鎌田先生、いかがお考えですかね、それは。私はもう40年も昔から、大和と乙姫、もそういう姫がね、卑弥呼だと思ってるから。だから、箸墓が、まさに大皇さんの和近くにある、の、箸墓巨が大ね、な古墳ですね。で、古墳って普通、男性が葬られてるけれども、男の方が祀られてるけれども、箸墓古墳は、大和と乙姫、百瀬姫という、女王的なる、巫そ女れが的なね、る。日本書紀に書かれてるんだよね。だから私は日本書紀に書かれているということは、重い事実というか、重い根拠のある伝承だと思ってるわけよ。で、古事記の場合は、ちょっと捏造の部分というか、まあ、物語をこう膨らませてる部分とか、やっぱり物語ってる部分があるので、盛り込んでるわけだよね、いろいろね。でも、日本書紀の方は、やっぱりこう、捨てることのできない部分、っていうものをつないでると思うのね。その中に、大和と乙姫、百瀬姫をここに葬ったと。その姫は、大物主との、妻でもあった。で、大物主の姿を毎晩通ってくるのを見たいと言ったら、翌朝、自分の正体をくじ箱にお前のね、入れて言うから、驚くなよと言った。それを見たら小さな蛇がいた。で、蛇を見てはっと驚いたら、大国主は怒って、空を踏んで、飛んでですね、宮に戻ったというようなことが書かれてるでしょ。で、そこで、大和と乙姫百瀬が橋でよ、音をついたんだよ。音をついて死んじゃったわけよ。
高齢、その自殺というか、自決の仕方で異常だよね。以上ですね。そんなことありえない、普通に考えて。それで死んじゃったと。はい。それで死んで、昼間は人間が墓を作り、夜は神様が墓を作ったという、こんな不思議な伝説がね、箸墓伝説だよね。はあれ、日本書紀にしか書かれてないわけよね。い。これはやっぱ重たい事実だと思うんだよね。この崇神天皇の時にね、の、その時代のお話なんですけどそうも、そう。それまでのですよね、天皇がいて、皇后がいて、で、大体やっぱ皇后様って、大物なんですよ、系統の方なんですよね。で、ここでやっぱり、それがだから時代的に言うと、卑弥呼ぐらいの時代と重なってるっていうことで、やっぱ、ここは、何でしょうね、非常に重要なポイントだと思うんですが、やっぱり、日本は女王が治めてた。で、ずっはい、と大物非主の常に重娘要。がやってた。つまりは、崇神朝以前まで、かなりやっぱり女系なるものとか、母系なるものを重要視していたのが日本なんじゃないのかっていうふうに考えてるんですが、いかがですかね。慰だったっけな、紀州の。つまり神武天皇が統制してくるときに、長曽根彦一軍と戦って敗れて、そして熊野に回っていく。ね。で、熊野の、紀伊国、熊野に、ありますね。慰たちがいたと。で、それはやっぱり女性たちの名前だと。そうすると、女性が統治しているような、それぞれの小さな国々。まあ、今で言えば、都道府県、まあ、市町村みたいなものだかもしれませんが、そういうところを女性が支配して、卑弥呼的な、シャーマニズム的なね、そういう小国家を作っていた。だから、慰国であるとか、卑弥呼国で、豊国であるとか、そういうふうな、体制が、邪馬台国の、記述ね、魏志倭人伝の記述の、国々というふうなものの中の、いくつもそういう国々があったんじゃないか。そういう中で、やっぱり神武天皇が中心になってくるところが、統一的な大和王朝になっていて、もともとあった、非常に重要であった大和の王朝、邪馬台国を支配していくという形になったんだと思う。だから、邪馬台国は大和にあったというのは私の説ですけどね。まあ考えですけどね。なるほ昔ど。から。で、その拠点は、その根拠は、大和姫の伝承、日本書紀における伝承にあると。で、実態は箸墓があるじゃないか。その他、法華の山は今月の隣にあるじゃないか。箸墓と法華の山古墳。で、辺りに崇神天皇陵ができて、挂甲トンネルができるから、まあ、その後の王権のね、実態もあるわけだよそね。の後は男系的な王権にそうなっそう。ていく。その東側というか南側は女系的なね、ものだよね。北側に男性的な、御陵というか、前方後円があって、南側には女性のね、祀る前方後円があると。で、かなり巨大なんだよね。そうですで、ね。ほぼ前期。まあ、前方後円墳の始まりに近いところにね、箸墓とかあるからね。まあ、非常に重要なところですね。三輪さんってだから、大物主っていう男性神が祀られてるんですけれども、そう考えると、やっぱりこう、もともとやっぱり女系的なものだったんじゃないのかなっていうのは、なんかイメージ的には感じるところではありますね。皆さんの大物主が、あれは、今年の西の娘の世話だったらしそういっですて言ってね。たかな。それと結ばれてできたのが、音たったら五月姫というような、ニルリアになってね、よって、厠のところから音をついて、で、それを持ち帰って家の床の上にかざすと、麗しい男になって結ばれて生まれたのが、音たったら五月姫と。その構造は、しかも下鴨神社、上賀茂全神く社同の神じだ様とね。全く同じということですね。だからこれ結構この神話構造は古い古い古い日本人の、まあ言ってみればマリア伝説みたいなもんだよそね。うですね。マリア・キリスト伝説みたいなもんですよね。少女時代ですね。だからそういうような
不思議な、まあ、女性が神秘の子供、つまり王様に、あるいは、女王になるね。だからその女王が神武天皇と結婚したわけだから。まあ、神武天皇の国になっちゃったわけだけど、本当は、ことだったら、五月姫の国であるべきであったということだよね。そうですね。だからそれは卑弥呼的なんですね。女系的な、母系的な社そう会。思います。まあ、それは縄文のイメージともつながりますよね。だから縄文のね、土器とか土偶っていうのが、やっぱり非常にやっぱ女性的なもの多いですし、ね、それはそういう社会だったのかなっていうのは、だから神話伝承と歴史的な事実というものを、噛み合わせていくとね、今みたいなこの箸墓とか荒神殿遺跡とかって、やっぱり考古学的な遺跡がどういうような実体性と内容をね、遺物を含んでいるのか、まあ、そこから一つの推測できるものがあると思いますね。ありがとうございました。はい。まあでも本当にこのあたりは全く、まあ、私、謎めいたいやでね。も謎めいてるけど、全く同じ考えですね。そこはもう。まあ、だからいろいろ考えていくと結局そうなるなっていうのは、そう思います。はい。ということで、今日もありがとうございました。じゃあ、そはの、い、古事記行きましょう古事記か。に行きますか。どうじも。ゃあ、読んでいってください、今日の。ちょっと待ってください。一回切りますね。来てください。じゃあ、改めましてでね。さて、ここですね。だから、ゆうやさかまで行って、払っていくとこですね。このいあろのんな後だね。神様が、むちゃくちゃたくさん神様生じるところですね。まあ、読み上げますね、でも、バッと全部。では、行きましょう。ゆうやさかと名を言う。ここをもて、イザナギの狼のりたまわく、阿波、いなし、こめし、こめき、汚き国に、至りてありけり。彼阿波、大神の祓いせなと、のりたまいて、つくし姫香の立花の、おどの阿萩原にいでまして、みそぎ祓いたまいき、彼投げ移る、みつえになりませるか神の皆は、月立つ船戸の神。次に、投げ移る、みおびになりませる神の皆は、道の長千葉の神、次に投げ移る身もになりませる神の皆は、時おかしの神。次に投げ移る身消しになりませる神の皆は、患い牛の神。次に投げ移る身墓になりませる神の皆は、巷の神。次に投げ移る蜜冠になりませる神の皆は、秋食い牛の神。次に投げ移る左の御手に玉木になりませる神の皆は、沖盛の神。次に、沖津渚彦の神。次に、沖津貝べらの神。次に投げ移る右の御手の玉木になりませる神の皆は、へざかるの神。次に、へつ渚彦の神。次に、へつ貝べらの神。右の下り、船戸の神より、へつ貝べらの神まで、遠回り、二柱は、耳につけるものを脱ぎ、うて玉石によりて、なりませる神なりと。ここまでいきますか。こうですね。で、これね、一つの解釈として、歴史的な解釈で言うと、なんか疫病解釈なんじゃないのかな、ということは感じていて、つまりは、罪穢れというものが疫病を引き起こす。で、この、どうやって疫病対策していくのかっていうところの知恵をですね、なんかここで書いてるんじゃないのかっていうのは思うんですね。つまり、最初の、杖から生じる月立つ船の神。例えば、そうですね。なんか、疫病対策において重要なのは、本当にこうコロナの時とかもそうだったと思うんですけれども、こう、なんか病気を持ってる人がいたとして、ウイルス持ってる人がいたとして、この教会入るとき注意せなあきませんよっていう杖であったり、目印っていうのは大事なんじゃない？いうので、まず、月立つ船戸の神と。で、次ですね。帯になりませる神の皆は、道の長千葉の神。で、これもですよね。道が、乳が長くなるまで、歯が残るように続く。だから、これも寿命がなんか長く続くというようなイメージがある。だからまあ、
健康をすごいイメージさせるような、なんかこう、ご神明ということですね。そして、ミモになりませる神の皆は、時、お菓子の神。これも時間の神様ですね。まあ、病気というものも、時間が解決するところがある。そして、投げ移る、身消しになりませる神の皆は、患い牛の神。そう。患いっていうのは、昔やっぱり病、病気のことだった。患い病気が失われていく。次に投げ移る、御墓になりませる神の皆は、巷の神。これは、まさに、道の分かれ目ですよね。こっち行くか、こっち行くか、というところで、どうですよね、この道を征夷するか、というところは重要で。で、冠になりませる神の皆は、秋食い牛の神と。これもですよね、なんかご神明に、口を開けるとか、食うとか食べる。これもやっぱりなんか、病気というものと、なんかイメージさせるところはありますね。で、そっから、おきざかる、おきつなぎさびこ、おきつかいべら、へざかる、へつなぎさびこ、へつかいべらというふうにして、なんかこう、遠ざかるか、近づくか、奥っていうのはまあ遠ざかるイメージ。そして、へざかるっていうのは、なんかこう、まさにこう、近づくか、遠くなるかみたいな、奥とへっていうところのこう、対極の神様と。いうふうになるので、まあ、一つの解釈として、そういうところはあるかなというふうに思うんですが、まあ、他にもいろんな解釈は可能だと思います。川瀬さん、いかがでしょうかね、このあたりの。はい、まずですね、黄泉の国の汚れというのは一体何なのか、そこまでそのしこめき汚れというのは一体どういう実体性を持っているのか、まあ、これは、患いというだけにね、特定できるものなのか、病気ね。もちろんこれ一つの解釈で僕はそれだけでは特定できないと思ってます。ただ一つの解釈として今言いました。で、まず、患い主がいるので、病気が関わっていることは間違いない。で、問題はですね、災いということに対する日本人の古代の観念があるでしょ。で、この前に出てきた、スサノオの乱暴狼藉の時にね、まあ、スサノオの振る舞いがもたらした、パニックと、この黄泉の国へ行って、この死がもたらしたパニックっていうものを重ね合わせて考える必要があると。そうすると、スサノオが、こうの振る舞いは、やっぱりアマテラスの死をもたらしたわけだよね。で、アマテラスの死をもたらして、アマテラスを蘇らせるために、天の岩戸の前の神事を行って、その神事は異様に麗しい、神道的な神事だよね。これは神道の後の原型になっていることは間違いないと思うんですよね。だから、天の岩戸神話っていうのは、いわば、まあ、なんていうか、巧妙に満ちたハッピーエンドなんだよ。でも、別にここ火がは、バーッと出てきておめでとうアンです。チハッピーエンドですよね。そうですね。最後、結ばれずに終わってますからね。イザナギイザナまあ、ギユは。ートピアではない。ディストピアというほど、ね、はっきディり言えストるかピどうアでか。はないけど、破で壊も的やっぱなり終わりでこうはある。アンチですよね。だから天の岩戸神話のあの洞窟とね、この黄泉の国の洞窟と、これを一つの洞窟だと考えると、やっぱり対照的なんだよね。で、天の岩戸を開くことによって新しいスタート、リスタートになって、新生、再生すると。アマテラスも復活すると。でも、イザナミは復活しないわけだよ。死んだままですよ。でもその恥を残して、呪いをかけて、あなたの国のね、青い人草、人間を、一日千人も殺すっていうすごい嫌でしょ？すごい恨み、つらみ、ね、呪いですよね。あるいは、そういうふうな警告というか、すごいあれを打ったわけですよ。ちょっとやっぱ破壊度が強すぎますよね。で、そういった諸々のこと全体が、諸々の災いというふうに、まあ、考えられて、その中の一つが病気だと思うんだけどね。だから、この世界の平安というふうなものを、破局に導くだけの黄泉の国の、イザナミのこう怒りの力、この恥をね、
恨む力、戦争はあるというふうに認識してたということだと思うんだよね。で、それをこう、じゃあどういうふうに、まあ、構造としてはね、神事を行って、つまり祭りを行って払うとか、清らかな、ね、これを清めていくんだという方式と、今度は払いを行うことによって清めていくめというで方たい。式まあ、ね。ハフリかハライかという感じですね。ハだフリから、は。祭りと払いというこの両方がここでできて、神道の儀式では、払いをやってから祭りを行うというふうな、そういう流れだよね。大体、その後の律令体制なんていうのは。で、最初にこの神話伝承として出てくるのは、祭りの方が最初にできて、アマテラスをね、どうやってこう、祭ることによって、呼び出すかというのができて、ここでは次に、汚れを払うというのができますよね。だから、順序として、払いが先に来てるわけじゃないんだよね。祭りが先だよね。そこで私の見地は、祭りがより古いと。払いは後から来た。つまり、汚れの観念とか、払わなきゃいけないというのやり方は、祭るという日本人の古僧からの、おそらく縄文時代から続いているようなものの考え方よりも新しいと見るわけね。この払いの方がね。で、それは、その払いの考え方は、大陸やそうです半島ね。からやってきた。祭りの方は、それ以前からあった。日本土着のね、ものとしてあった。そして、その洞窟の中に何かこう神霊がこもったものを呼び出すとか、おそらく縄文時代から似たようなものが、ウッドサークルなんかも、そういうふうな、こう一種の、あの岩戸開きみたいな、そういう側面があったんじゃないかと思うんですよ。再生のね、命の蘇りというか、命をことほぐという、まあ、祝福的なね、意味合いもあったと思うんですよね。でも、ここの場合は、死の穢れというはっきりした、死が穢れであるという意味方が、縄文時代の人々は、死を穢れと見ただろうかどうか。私はとても疑問なんだよね。疑問ですね。で、死を穢れと見る観念は、やっぱり大陸や、こう半島まあ、やをヒン経ドゥー由教しとかでて、すね、あとはですね。経由して日本にやってきたんじゃないかと思ってます。で、そうしたときに、その祓いの、この原型になる神話構造がここで登場してきたと。で、その払わなきゃいけないのは何かと。国の大祓いというのは国の諸々の災いを払うわけだよね。で、国の諸々の災いの中に地震とかいろいろ災害、自然災害も含まれる戦争のようなものも対立のような、今の分断とか、まあ、そういうものも含まれる。そういうようなものをどうやって平和にしていくか。まあ、リメイクピースみたいなね。まあ、要するに、再び世の中を平安にする、安らかにするにはどうするのか。まあ、そういう、こう、祈りや願いが込められた、このプロセスだと思うんですよね。そして、その時の祓いが、場所がまず必要だ。わざわざ出雲まで逃走するんですから。これ、大国主の話の時に、出雲の小浜の岬から諏訪まで逃げた、走ってね、武南方と、この比婆山のね、黄泉からね、日向まで逃げた、イザナ広ミ島からと、九州まで、福岡まで。どっちが速いだろう、スピード。という考えるんだよね。マラソン選手としては、神々のね、マラソンとしては、諏訪の神の方が速いか、イザナギの方がどっちが速いと思いますか？猛 スピードでしょ、これ。猛 スピードですね、両方ね。ともね。すごいよね。これ、いきなりだよ。出雲の国の夕や坂にいたんだよ。そこかね、ら、その3行前までは。で、そのいわゆる夜光平坂は今、出雲の国の夕や坂というところがあって、ここを模してイザナギの狼に乗りたい。ああ、いなし、いなしこめき、
しこめしこめき、汚き国に至りてありけり、彼はあれは身を耳をみそぎせんと乗りたまして、つくしの日向の田島の大殿の脇に至りましてって、いきなり至りましてんだよ。400キロあるでしょ？ね。いくらなんでもね。で、まあ、出雲の小浜からだと、諏訪まで、もうちょっと長いよね。5、もうちょい600キロ。長いですね。もうちょい長いのね。だからどちらも猛スピードで走ってんだよね。それで至って、で、向こうのはここから絶対出ませんと言った。でも、イザナギの方は、ここを、清らかで、ここで住もうということになって、ここで住み着いていって、そして、そこに子孫たちも、日向の国でね、神武天皇までつながっていくものがあるわけじゃないですか。まあ、天孫降臨してくることになるんだけど、でも、そこが、まあ、言ってみればですよ。ユダヤ教の神話で言えば、アブラハムにね、神がこう、命が下って、血と蜜の流れるカナンの地へ行けって言われるけど、それにちょっと思い起こすんだよね。だから、血と蜜の流れる地というパラダイスのイメージが、ヒューガなんだよね。諏訪ってちょっと暗いじゃないですか。湖だし。山に囲まれて八ヶ岳の。まあでも綺麗な場所ですけど実ね。に美しい諏訪も美しいけどね。諏訪大社大好きでね。すけどね、僕はあの辺りの景色は。あの諏まあ、た訪。だ、行きにくい。昔の人、あんな山越えて本当大変やったんじゃないのかなっていうのは、そこに行った人は、湖を見たら別天地とね、パラダイスを思ったと思うけ思うど、でしょう美しいってね。ね。だけど、ヒューガの方がはるかに分かりやすいよまあね。そうですね、行きづらい、行きやすいですね。だから、日本のイタリアに行くのとね、スイスの何々湖、まあまあレマン湖か。そんな感じですまあ、ね。スイスのレマン湖が、諏訪湖だとすればね、スイス的な、なんかね、観光地とかね、あのでも近く実際ちょっとで、似てるんですよね、似性てる質似てはね。る。精密機械産業が盛んだとか、時計とかね、精工は。とかね。そう、それ似でね、てるんですよこっね。ちの方はイタリアじゃん。まあそうですね、ヒューガ確かはに、ね。福岡の気質とイタリアの気質が似てる可能性がありますね、それは。ヒューガね。海沿いで、それで半明島。るくて、ハッピーでね。で、そこへ行くわけだよね。で、そこの光に満ち満ちたところに行くということに、とても重要な意味合いがあって、そしてそこは、これから世が開けていく、天岩戸神話の場合は、岩戸で完結してたけど、ここは大きい日本国土の全体の中で、日向というね、日に向かうという、まあ、ベクトルっていうか、オリエンテーションを出したわけだよね。日本という国が、日の下で、日を背にして、あるいは日に向かう、朝日を受ける、この日の下の原型になるイメージが日向にあるわけだね。だから、ここを伏線にして、淵として、そして大和に登場してくるわけでしょ。統制していくでしょ。だから、日向を、イザナギがですね、ヒューガの地を選んで、そこで再生儀礼をしたっていうことに、私はものすごく意味を持つわけ。すごい重要な象徴性をね、込めている。これ僕ちょっと世界中の神話はそこまで詳しくないんですけれども、払うことによって神が生じるっていうのは他の世界の神話にはあるもんなんですか？それは変容するからあると思うよ。まあ、払うという観念ではっきりと、あれだかもしれない。どうかしなきゃ似たような神話はあると思うんですね。世界中の中で調べて、つぶさん調べれば、日本独自ではないと。でも、そうですよね。でもこう、掃除して神様を生み出すというか、お風呂入って神様を生み出しましょうみたいなのは、綺麗好きなこの日本の気質っていうのに非常に合ってる神話だなっていうところは感じるところではあって、まあ、日本オリジナルでもないとは思うんですけれども。浄化儀礼っていうのは世界中にあるので、沐浴するか、火で、ね、こう、なんか、火の中に飛び込んで生まれ変わるかとかという、そういうのが、両方がだよね。で、火と水ですよね、大体ね。そして変容する、変身するという、あるいは新しい子供が誕生する。で、例えば、キュベレー神話、ゼウスがディオニソスを生むときとかは、ちょっとさ、カグス神にも似てるけど、
雷はいではい。ね、こう、なんか、こう、焼き殺すみたいな、キュベレを、まあ、自分の、あの子供、ディオニソスを身ごもった母をね、そういうようなことがあるので、雷も火ですからね、そういうようで、昇進の中、火の中から生まれる、後に、木の花咲く夜が、そういうね、母中出産なんでしょ。そうですね。の中から、子供で、それは海幸山幸になるわけだから。そういうふうに、家中出産が一つの、こう、再生儀礼としてあるよね。で、それに対して、その水中出産も含めての、水の儀礼があるわけだよね、再生儀礼。で、これは水の儀礼の最大のシーンですよね。なるほど。まあ、普通、男って生み出せないじゃないですか。でも、なんかこれって、なんかイザナミとのやりとりから、ヨミのこの帰ってきてから生み出してるって非常に象徴的だなと感じていて、やっぱりな男性ってなんか、痛い目にあったり、失敗したり、傷ついたりすることによって、気づきを生み出せていくっていうことのなんか象徴のようにも感じますね、このあたりは。なんか。まあ、それはいいですけど。じゃあ続き行きましょうか。お願いします。ここに上千歳はせはやし、下千歳はせよわしと、乗り口たまいて、初めて中津瀬に、おりかずきて、注ぎたまう時になりませる神の皆は、八十まがつひの神、次に大まがつひの神、この二柱の神は、かの汚き式国に至りましし時の汚れによりて、なりませる神なり、次にそのまがを直さむとして、なりませる神の皆は、カムナオビの神、次に大ナオビの神、次に伊豆の目の神、次に、皆そこに注ぎたまう時になりませる神の皆は、そこ渡つみの神、次に、そこつつのうのみこと、中に注ぎたうと、たまう時になりませる神の皆は、中渡つみの神、次に、中つつのうのみこと、水の上に注ぎたまう時になりませる神の皆は、上渡つみの神、次に、上つつのうのみこと、この御柱の渡つみの神は、安住の裏白が親神と、用いつくん神なり。彼、安住の村白は、この渡つみの神の御子、うつし、ひ、金草の御子との末なり。この、そこつつのうの御子と、中つつのうの御子と、上つつのうの御子との御柱の神は、墨の上の見前の狼なり。ここに、左の耳を洗いたまえし時になりませる神の皆は、天照大御神。次に、右の耳を洗いたまえし時になりませる神の皆は、月読みの御子と、次に、御鼻を洗いたまえし時になりませる神の皆は、竹林左脳の御子と、右の下り、八十まがつひの神より、林左脳の神まで、遠回り夜柱の神は、耳を注ぎたまう時によりてなりませる神なり、ということですね。大変重要なところだね。もう極めて重要な神様がバンバン生み出されるというくだりになりまいす。よいよす、ね、そうですスサね。ノオまで出てきたから。で、さっきまでのくだりっていうのは、要は自分の体の周りにあるものを注いでいったら、まあ、洗濯していったら埋められていったということなんですクが、リーニング紙だ。クリーニング神ですね。で、こっからは、自ら身をこう注いでいったら、その注がれた、身体の紙だ。自そうで分すの体ね。からね。で、注いだ場所によって生み出される神が違ったと。いうことですね。で、これはですね、やっぱすごい、なんでしょうね、象徴的になるのが、八十まがつひの神、大まがつひの神。ね。だから、まがごと罪穢れを全部神様としてしまうっていうですね、すごい象徴的なくだりだと思います。神様だと思います。ここいかがでしょうかね。まあ、大変大事な、まあ、おそらく議論続くしても、2つの立場が対立したまま解けないぐらいの、まあ、日本の神学論争になる、神道神学論争になるところだと思うし、まあ、平田朴真が一番ここのところ大きな問題にしたわけだよね。で、元井宣長はすっとそこをスルーしちゃったけど、平田はここを見逃さず、この曲がすびっていう、大曲がすびっていうのは本当に悪心なのかという問いをね、尋ねるわけですよ。で、これは非常にそういう意味では、まあ、一つの出雲神学ともつながってくるところなので、汚らわしき国というのと、清らかな国というのの二元論がまずあると。
で、ケワラシキ国っていうのは黄泉の国でしょ。黄泉の国ってのは比婆山、具体的に比婆山の土地になってるから、出雲と蜂起の国の境ってことになるから、まあ、ほぼ出雲と見ていいと思うんですよね、大きくはね。そうすると、出雲にけがらわしさの、つまり負の象徴軸というものを置いている。それに対して日向に清らかさの、こう光の象徴軸、向こうが闇であったりするのが暗くてね、こちらは光の象徴軸になっている。この対比を直日と真夏日というところに振り分けてるわけだよね。はい、そうですね。だから私はどうしてもね、出雲、まあ、平田篤胤がここを見過ごしできなかったのは、やっぱり出雲の神様ってどういう神様の働きなのという問いかけがね、やっぱ深くあって、で、死後の世界も、黄泉の国というふうに、汚い国っていうのに終わっちゃうのか、それとももっとこう大きな命のね、こう、活というのか、蘇りっていうのをもたらす、ある種の輪廻転生してくるような、そういう蘇りの、こう、死後世界というものを想定して、隔離をというふうになっているんだよね。だから、黄泉の国と隔離は完全なイコールじゃないんですよね。で、こういうようなところへつながっていく神学的な論争、議論をね、こう、後世にもたらした、極めて重要なところです。で、八十、たくさんのいろいろな真月日を、真月日っていうのもでっかいですから、この八十真月日も大真月日も実態は同じで、要は、災いをもたらす神様ということですよね。じゃあ、災いをもたらすのも神様なのかということにもなり、でも、災いをもたらす悪神のように見えるものが、それは悪魔とは違う。災いをもたらすという働きをするもの。まあ、対のようにして、直日のね、なお日のそ神れがを生じ直る。すので、そうすると先に、この、汚らわしき国の汚れによってなれるという、これでもね、なんか思うのが、マガツヒって、ちょっと、だからインド思想的に言うとカルマだと思うんですね。で、カルマがって悪いものなのかみたいなことと、なんかすごいリンクしてると思っていて、カルマがあるからこそ、まさに直す。まあ、だから、日本的には、魂が磨かれる。なんか、そういう見た目磨き的なものっていうのが、なんか、根底にあって、マガツヒも神となってる。直すっていう、そのカルマを、なんか、カルマを、だから、砥石と変えながら、なんか、見た目を磨いていくっていうところの象徴なのかなというふうに捉まあ、えま平す。田篤胤の捉え方はそれに近いんだよね。だから悪神ではなくて、このいわゆるこうトータルに良きものを生み出していく働き。だからそういうこういわゆる善悪というふうに対立するものではなくて、ダイナミックにその生命の浄化というふうなものをもたらしているときに、やっぱりその負の部分というのか、歪みの部分や、いろいろな気づきを与えるための、まあ、スピリチュアルペインのようなものや、いろんなものがあって、そういうふうなものが、こう、人々のより強靭な生命力であったり、より深い認識であったり、そういうものをもたらしていく。だから、真月日は悪魔として排除すべき存在ではなくて、それを直していく力の一つのきっかけ、こう、プロセスを示していく神であるというふうに捉えるならば、ここは極めて重要な大浄化を生み出していく、この、大祓につながっていく部分ですね。そうですね。で、穢れが起こってくる、つまり、この世の中、我々が生活すれば、カルマをね。絶対生じるということなんですね。悪いこととか、で、逆に、だからそういったネガティブなことが起きずして、なんだ、苦労もない、苦しみもない、悩みもないっていうのは、どうなのかっていうことの、なんか、本当に根源的な部分なのかなと思います。そしてそれが流れに流されて、そして、早さずは夢によってね、までを行って、セオリツ夢やね。
こう、アヤサスラ姫たちの力によって、それも、姫神の力は大きいんだよね。そして浄化されていくというような大祓のこう言葉の文言があるじゃないですか。そことも非常に大きくつながってくるようなところでありますよそうでね。すね。重くだね。から、こう祓いというものがどういうふうな観念と思想構造を持って日本に定着してきたのか、これは弥生時代以降、古墳時代、律令体制の時に出てきたと思うんですね。縄文にはこういうふうな発想ではなかったと思うんだけど。だけども、そういう、こう浄化儀礼としての祓いが生まれてきた。その浄化儀礼としての祓いというふうなものを神話伝承として、神々の誕生とともに、神々の働きとともに語ると、こうなっていった。で、こうなっていった、その浄化の最終帰結点は何だったかというと、目鼻と目鼻で最大の光り輝くというか、こう、最高度のね、鬼神を生み出した。まあ、ここに帰着しておくわけでしょう。だから、この全体構造がとても大事だよね。ただその三神に行く前には極めて重要な神が乱されてて、そうですで、ね。これね、これ多くの人がスルーするわけのわからない神がいて、カムナオビ、ヨウブイ、オオナオビの後に、イズノメの神という神が出てくる。で、これを重要視、これって多分ダメなんですけど、この神様を重要視したの、出口大本です鬼三ね。郎なんですよね。で、これ、もう、謎なんです。他はわかるんですよね。ご神明見たら。ヤソマカツヒ、オオマカツヒ、ああ、なんか長ってことだな。ナオビ、オオナオビ、ああ、直すってことだな。あと海の神だな、とか、太陽。イズノメだけわかんないんですよ、これは。でも、なんかこの地上に重要な海の神とか、マガゴトツミケガレの間に、イズノメと出てきてる。で、鬼三郎は、これからイズノメの時代が来るぞみたいなことを言って、亡くなってるんですよね。で、実際、鬼三郎の残した歌の中には、ね、その自分が亡くなった後の大元の土地にこのイズノメが降りるだろうぐらいのこと言って、亡くなってる。どうでしょう、イズノメ。まあ、なんか言霊的に言うなら、まさにこう、ミミズと言ったりしますけれどもね、神様が現れるとか、なんかそういったイメージなんだと思うんですが、鬼サウロはこの、だから、伊豆の目を観音様的な、なんかイメージとして捉えてるのかなというふうそうですにね。思いますが、いかがでしょうかね、これは。まあ、その椅子の目を観音様とも捉えてるし、弥勒様とも捉捉ええててまるすかね。ら、男性だ。出雲の神様を重要視したことは間違いない、緑泉三郎。で、それはどこから来るのかといったときに、まあ、私もはっきりわからないんですよね。出雲の、の出雲三郎が直角したところの出雲の目の重要性は、何が起源であったのか。それ以前の、例えば神学者、平田敦胤にせよ、その他のね、大石栗真とか、本田千佳とかが、特にこの出雲に注目したというふうなことではなかったと思うんだないよです。ね。鬼三郎ですね。鬼三郎が得意点のように、出雲の重要性をね、ピックアップしたと、ピンポイントで。で、その出雲は、私にの、予測では、やはり、出雲の御霊と水の御霊というふうに振り分けたというところから来ると思うんですよね。伊豆の御霊とは、まあ、厳しい。出口直。で、水の御霊は自分の働き、すなしさの、出口の御三郎と。で、それを天照、出雲の御霊は天照、水の御霊は、すなのというふうに位置づけて、縦のラインは出雲の御霊、横のラインは水の御霊というふうに、こういうふうな一つのダイナミズムっていうか、組み合わせ、双方的なね、組み合わせとして考えたので、水の御霊ではないわけですよ。水の目の神じゃ。水派の目の神っていうのは出てくるね。それは蜘蛛を生んだ後、水の神様はね。この出雲の神っていうのは、よくわからない神として出てくるんだけれど、出口の三郎の神学思想としては、出と水というのが、二つが、こう、組み合わせとしてあるからね。
伊豆の方が先なんですよ、やっぱりね。霊主体重で言えば、水の方が体的なんですよ。で、伊豆の方が霊的なんですよ。だから、その霊的な主体性というか、根源性としての伊豆。まあ、霊所体重的なはい。ものですね。ということが、伊豆目に注目せざるを得なかったなるほど。こう過程じゃないかと思うんだよね。そしてそれは、その子供に直木とつけてんだよね。鷲見さん。つまり、出口出口直の孫が、すみさん、直日ですね。直木。だからその辺も、すごく古事記にのっとってるように見えるわけよね。なるほど。鬼三郎さんは。ああ、伊豆の御霊の持つ、出口直がいて、すみさんがいて、そして直日という。まあ、だから、この古事記の下りを非常にフラクタルとしながら、それで自分は三の芸だと結びつけて、それでこの両方の組み合わせによって大元のね、心経が進んでいくと、紙芝居がね、展開していくというふうに、まあ、表的な世の立て替え立て直しをして、伊豆が根源なきゃいけないと、伊豆の御霊が、というふうに。だけど自分の魂、役割は伊豆の御霊であるというふうにはっきり言っているので、なるほど。まあ、この辺がね、まあ、その大元にまでつながっていくところですが、古事記だけの文脈から見るとよくわからんわけよね。そうですね。ご神明しか出てこないですからね。そしてその後に、これ、最初ですね、この水の上、中、下、そして、いくつかのですね、上通世、下通世、中通世というふうに3つに分けるという上中こ下とですが、ね。上中下のね。で、アマテラス、ツクヨミ、スサノオも3つなので、ここで3分化すると。3つに分けるということの重要な意味合いがね、ここで出てくるという、ここも注目しなきゃいけないところだなと。これでもすごい思うのが、上中下で分かれるっていうと、そのユング・フロイトの心理学で、顕在意識、潜在意識、無意識みたいな。なんかここのところって、顕在意識、無意識って、氷山の見えてるところ、氷山見えてないところ、海というふうに例えられるけれども、これがなんか非常になんか、上は立つ身、中は立つ身、底は立つ身、みたいな感じの、なんかこの、なんでしょうね、人間の心を、なんかこう、海に例えるといったような、なんかその意識構造的フラクタル性をここで非常に感じるわけなんですね。で、この綿摘みの神、これもめちゃくちゃやっぱ重要な神様で、それこそ壱岐とか対馬とか、あの辺りを中心とした、安住一族という方たちがいた。また、あの辺りには宗像大社があって、ね、宗像一族というものもやっぱ非常に海洋民族として、この朝鮮半島からこの日本につながる架け橋として非常にこう重要な役割を担ってた方たちがやっぱり安住としていた。そしてもう一柱がセットで出てくるのが中津の上津の底津のこれ住吉の狼様になっていて、神武皇后が朝鮮半島を出兵する時の重要な神様として、神託を授ける神様として、後々ですね、非常にクローズアップされる神様として登場するわけなんですね。で、これやっぱり何なのか、もう無数の意味あると思います。で、一つのやっぱり意味合いとして、綿摘みっていうのはやっぱ海の神。中津、ね、これ、津って古語で星のことだという説があって、まあ、星の神なんじゃないのかと。で、つまりは、海を渡るときに航海するときに、やっぱり星を目印としながら、綿摘みという大海原を渡っていたというところの象徴でこうなってるっていうのは一つの解釈だと思いますけども、このあたり、鎌田さん、いかがですかね。はい、十分考える余地のある説、仮説だと思うんですね。ライアル・トンプソンというハワイの人物が、帆船でね、日本までやってきたのよね、今から30年ぐらい前、1998年かな。それで沖縄までたどり着いたわけですよ。もちろんエンジンをつけないですよ。帆船技術だから。それは風を読み、星を読まないとできないわけだよね。もちろん、海流ね。一番重要なのは海流です。
海の潮の流れ。ん。どこに潮の流れに乗るか。で、それじゃどこにたどり着くかということを航海技術で迫っている。じゃあ、どこにどういう潮があるかということにそこまで至らなきゃいけない。それは風で動かせるわけだ。で、風を動かせるときに、どの方角に行かなきゃいけないというナビゲーションをするのは、星を見なきゃいけないわけですよ。特に夜はね。で、昼間だと、日の光の筋で、こう、東に、こう、日が差し伸ぶってくるから、南から出ているから、影の位置で分かりますよ、ある程度ね。でも夜だと、その影の位置で分かるわけじゃないから、月光は動いてるからね。だから星しかない。特に北極星、北斗星。で、その北斗号だったかな、北極号だったかな、ダイアル・トンプソンがね、日本にやってきたのよ。で、それは、田島仁さんのガイアシンフォニーの中の一つとして出てきたやつ、第2番だったかな、第3番だったかな。第一が佐藤初音さんですね。いや、これ、初音第さ1んじゃはない。1じゃない。第佐藤さ1んは、まは、あまあ、初音さんとかね、いろいろ出てる。鶴岡真由美さんとか、見ました、見ました。ケイトのやつとかね、ラッセル・シュワイカートとかね、宇宙飛行士とかね、そういう、こうでトマトのものすごいになるやつとか、第1弾、まあ多分第2番以降ですね。まあ、いずれにせよですよ、そういう航海技術があって、海洋民族は、それこう潮を見ると、星を見る、この両方、この2つが極めて大事だったわけよ。生き死にに関わるからね。なので、この住吉信仰も、海洋信仰であるならば、月読みがそうであるように、星と結びつかなければいけない。だから昔は月読み信仰の方が、月読みのところの方が、古く重要だったと私は思ってるけどね、夜のね、こう闇の中をどう生きるかということですよね。なので、そういうような観点を踏まえていくと、ここのところは先ほど言われた星座というふうなものも入り、住吉の神は海流、海事、まあ、海の交通、もうそれは間違いないよね。で、海の交通は星というふうなものとこう連動しているはずだから、まあ、その辺の連関性、筒ね、星の関連性と、海の航海技術との関連性っていうのは間違いなくあると思います。これ、古事記って、なんか、星の神様あんまり出てこないんですよね。出てきません。全く出てきませんね。で、日本書紀にちょこっとだけね。そうですね。三河ですね。まあ、そして最後ですね。左、右、花を笑って、天照、月読すさのという三柱で、なんか、もうここからガラッとまた神話こが。れは星じゃないですこれか。は星ですね。確かに。これは天照は太陽、で、月読みは月、スサノオは地球ということだからね。だから一番身近な星ということですよね。天体に関わる中で、一番大きいのは太陽だし、それに続いて月だし、それを映し出すのは地球だしという、この関係性は地球人にとっては原型的な構造ですからね。だからまあ、星の関係って見ることができるんですよ。ここはそうですね。それが目鼻になっていると。で、ここでですね、神々を生み出しましたというところで、なんかここまでって本当にこう、なんでしょうね。まるでこう、なんか神々が本当にこう儀式をしているような感じなんですけれども、こっからの下りというのが、本当にこう、人間の営みとも近いような、なんか非常にこう人間的な神話にこうさらに展開していくというふうな流れになっていきます。ここまでの流れでですね、なんで左が天照、右そうっ目すね。が月読み、花が佐野だ。これをどう芳賀さんは解釈してますか？左というのはだからよく言われますけれども、火ですよね。だから太陽左ね。は火っていう目に見えないもの。右はまさにこう、現実の実と分けますけれども、右語る。つまりは、目に見えない世界を司っているのが、やっぱ女性神的な天照大神のものですね。目に見えない世界の根源的な生命のエネルギーを
アマテラスが司ってる。で、なんでこれ月読みが右かっていうと、実際やっぱりこう農業とかしていくときに作物がこう育つとか、もしくはいつが収穫の時なんだとか、一体今がいつなんだっていうこの現実の時間軸を測るのが月だったりするわけですよね。だから右はその現実の時間軸を測る月読みというふうに見立てた。そしてその太陽と月、間に穴なんですかって言ったら、当然やっぱり地球ですよね。で、その地球の神様っていうのは、極めてやっぱり男性神的な、荒ぶる何かを持ってる。時に大地は揺れ、時に大海原は荒れるというところの荒ぶる神、スサノオが花になってる。で、花っていうのは男性器に似てますよねっていう、ざっくり言うとそこは一つそういうことかと思います。まあ、そこがですね、世界の比較神話学的な要素論でいくと、大体その太陽神って男性神が圧倒的に多いんアだポよロ、ね。まあ、そうですね。それラーもでそう。月神って女性神が、女神が圧倒的に多いんアだルよテミスね。ですね。だからここが日本で逆転してるわけじゃない。これはやっぱり考えないといけないわね。確かに。何なのという。つまり太陽神が男性ではなくて、実際にこう伊勢なんかも、アマテラスは男性神だという説はずっとあるわけだからね。でもね、ここでね、やっぱポイントになってくるのは、最初に産んだ神はヒルコなんですよね。これ男性の太陽神の可能性がある。一旦流してここでヒルコだからね。ヒルヌが生まれてヒる。ロコと。なんかね、そういう象徴にも感じますけども。まあすいません。まあその、で、右目がね、こう、月読みと。で、万葉集にも月読み男というふうな、おのことか出てくるので、男性的に捉えられていたという民間信仰もあったのかなとは思うんだけど、その日本における月読み信仰が男性神格として確定していくというか、出てくるということの持つ意味って一体何なのかということと、それからそれと相関して、左目のアマデロスが女神であるということの。で、もともと太陽神は男性神格ではなかったかという問いも、いろんな学者からも出てきているわけですよまあ、ね。義書とは言われますが、発末大という神話ではアマテル神という男性神になっている。それもあるよね。そういうのいろいろあるわけですよ。で、このあたりの三関係、トライアングルというものを、非常にダイナミックな構造であり、象徴構造でもあって、この三角関係が、こう、日本を動かしていくわけですよね。で、特に三角関係の中でも、まあ、月読みはそんなにこう華々しい活躍というか、こう働きはしないように書かれているけれど、しかし、その月読みなくしては、こう、構造は生まれない。で、アマテラスとスサノオの関係性が、まあ、前面に出て、まあ、対極になってくると。で、生き方や出雲系と。で、方や、アマテラス系、まあ、天孫系。天孫系ですね。おつかみ。のこう祖神になっていくという、まあ、日本神話を二分するわけじゃないですか。この辺は極めてこの全体の下りの中で、今まで黄泉の国に行って黄泉から帰ってきて、いろんな禊の段階で神々まで来て、さあ日本というこの国土を治めていく時の最高の神々がここで出てきましたよというふうなナラティブ、物語ですよね。じゃあ、その最高の神々は、左目、右目、鼻ですよ。そこから、いざな義の、つまり、死神の、この、洗ったところからですよね。で、産んだわけじゃないか。重要なのは、今までは、クリーニングさ、衣装みたいなとこから出てきたり、まあ、あるいは、筒の緒も住吉も身を沈めて、この身の穢れがこう浄化された時というふうな、まあ、ちょっとこうフィジカル全体みたいな、ね、身体全体みたいな、そういう働きから生じてきた筒の緒住吉だったのが、今度は特定の部位、それも顔面の、
左目、右目、鼻というね、ん。特定の部位にできて、その極めてこうある意味で身体の象徴的なはい。こう、重要な機能、はい。目と鼻というね。で、目は世界を見、映し、照らすとも言えるし、鼻は命そのものを呼吸させるとか循環させるっていう力を、息をね、循環させるっていう力を持っているので、ここをどう読み解くかは、その後の大きい流れをね、どう捉えていくか、そして天孫系と出雲系というふうなところで国譲りのね、問題まで全部そこから始まってくるので、まあ、極めてこうポイントっていうのか、まあ、ピーク、まあ、神々のピークエクスペリエンスですよね。まあ、イザナミのピークエクスペリエンスはここにあるわけだよそうでね。すね。思考体験ですね。そして日本神話の、アマテラスの再生の、岩とも思考の部分だったけども、ここはまたもっと違う神秘性を持って、思考体験を、語ってるよね。ということで、次回を一つの、スサノオの、まあ、国譲りまで行くかどうかわからないけれそうですね。ど、でもまあ、浮き費用は出せて、そうですね。スサノオ、まあ、いけたらというところですね。まあ、スサノオの終わりまではいけそうだね。そうです次回ね。でね。そうですね。いけそうですね。で、私たちスサノオ族だから、スサノオの終わりまでをそうです一ね。つの区切りにしてもいいそんれじゃがないいですと思いか。ますそしね。て、余力があったら次は大国主そうですね。と。余力あれば送り主がいいかなっていう。もうそこまでやれば、まあ、まあ、ま十ず分。第一弾は、そうですスサね。ノオで、スサノオまでの問いかけ。そうですね。行きましょうそうしまか。す。はい、ありあがりがととううごござざいいまましした。た。はい、どうもです。じゃあ、この辺も。はい、はい、ありありががとうとうございます。ございました。ですね。ちょっと次回なんですけども、